私来週結婚するのよ。全然知らない人と。でも私は今恵まれてるわ。恵まれてるってどういうこと？朝食にご飯で食べたい時は卵と肉と自分の足で寒さに埋めて歩きながら温かめ弁当を思いかける。本当？そうよ。でもいいの、慣れてるから。あなたは？私は。どんな？ヘルを鳴らせばすぐ運ばれてくる。オムレツとお菓子がペットと泣いて、夢がお食事もそれより一日中書斎で思うようになり、同じね、何か私と何かを求めて、必ず夢を一つ花と私は分かるわ。初めて出会ったはずなのに、カナ、カナ、カナ、仕事場のマダムカップの刑務所じゃなくて、ドレスティック、マダムカップのドレス大好き、それも私が作ったのよ。これをあなたの大好きなの。デザインがとても複雑で、作るのが簡単。布を引き取って本当に本当に優しい、縫い合わせるパンプスで決まる。Yeah.